あ、で、あれだ、冷蔵庫の中に何か入ってるっつって、うん。なんか入ってたんだよね。そうそう、あの、警官のさ、うん。写真が入ってたんですよ。マリモッコリね。え？あの、マリモッコリ警官でしょ？どういうこと？マリモッコリ似てたっけ、あれ。んちょっと本当いや嘘適当に言った。まあそこでもアイテム管理できるかな。あれこんな暗かったっけ。多分。えこんな暗かった。気のせいだよ。えこんな暗かったなと。え？そう？お前、向き方いい加減にしろよ、てめえ。マジで、おい、振り向き方マジで、おい、進み方も、おい。最悪、マジで、目閉じるわ。え、ちょっと一回ちょっと喋ってくんない？え、何どうしたの？ちょ、質問していい？何？お前、その進み方何なの？怖くない？だって怖いでしょ。だからやめてほしいの。直人を少しでも楽しませようと思ってさ。いやいいのよ。じゃあモード入るわ俺。チアムシ後ろ。俺も山口のことビビらせよう。これ直人がもうなんか一人でやってるかのような臨場感を与えようと思って。最悪もう早く進めよ。誰ほんと何やってんの。変だよ。あそこアイテム取れるよ。でもしナイフ装備して。よかったな、ショットガン持ってきといて。そうだな、確かに良かったな。怖いからその言い方やめてもらってもいいかい。俺たちが行く場所は作業場だよってことは方向を間違えていたようだ。作業場に向かえ。来るぞ。作業場だっけ？違ったっけ？あ、違ったようだ。あそこじゃなかった？なんとかかんとか、あれどこだっけ？なんか音したかった今。嘘。そんなことよりなんかアイテム増えてね。増えたね。うん、ここあここじゃねえか。あそこじゃない、こう右じゃない。あそっちか。そうだよね。うわ何してんの。動いたよ。俺もう見れない、無理、怖い。よし、動いてるわ。いいだね、お前も。何が？もう最悪。何、怖い？怖いよ。ここの地下だよ。あアイテムはないの。なさそうだね。
それさ、お前も怖くない？怖いよ。うぅ、なに、うぅ、うぅ、ナオト、ん、弾がない。弾がないよ。バーナーはあるからまだ。ここだよな、音。どこか。ここを右に行くんだよ。来たことあるよね、ここね。お父さんと戦ったとこか。そうだよ。うっ、何それ、警官？そうだね。あらー、どこから触るな、と。お亡くな、それお父さんじゃない？あ、警官か。違う、警官だよ。あ、蛇の鍵、蛇の鍵 F では F F どこから行くな、と。足からじゃない？死後硬直が進行しているのか、関節は凝り固まってびくともしない。そんなのいる？そこは甘ったるい、甘ったるい臭いが鼻をつく。すでに腐敗が始まってるようだ。匂いでしょ。なんで何も言わないの？今のヒントっぽかったね。ね、基盤を探すのに役立つらしいよ。基盤？何の基盤だろう。うぅ、これ効く？効くでしょ。逃げたし。基盤って何？なんだろう。え、どうすんのこれ。どこ行けばいいの？どこっすかね。弾ねえからさ。ああ、むやみに戦えないよね。そうだよね。あ、そこじゃん。ここか。ああ、合ってたね。おお、合ってんじゃん。あ、ここあれじゃん、最初のとこじゃん。あ、ほんとだ。さっき開かなかったとこでしょ。で、どこ行けばいいのこれ。ヘビの鍵を使えるとこ探せばいいのか。ああ、一回セーブしたら。そうしよっか。うん、なんかめっちゃおえおえ聞こえるんだけど。聞こえるよね。そのせい。何なんだろうあれ。え、弾ないの痛いんだけど。あいつずっと追いかけてきてんのかな、もしかして。あ、そういうこと？うん。え、あ、なんかさ、うん、あの、もう一個行けないとこなかった？どこ？なんか本当に地下の地下っていうかさ。あったわ。あれどこだっけ？こっちだよ。あ、やっぱそっち？行ってみる、あそこ。うん、行ってみよう。ちょっとさ、潜ったとこでしょ？そうそうそう。あったね。うん。どこだっけね？
ここら辺にあったよね。うん。え？はあ！うん。う？行かないでしょ。どうすんの？ねえ、どうすんの？それ。ダメでしょ。そんなずるいことできないでしょ。できない。おい、できないよ。ほら、もったいない、もったいない。嘘でしょ。え、なになになに。開ける？グレネードランチャー、あ、もったいないか。いるね。いるね。おお。あ、閉まっちゃったよ。ずるい、どうしよう。なんで閉めんのよ。どうすんのこれ。あ、すごいな。刺してみれば。ああ、食らっちゃった。やめし、食らってない今。え、自分に？うん。どうすんのこれ。あの攻撃は効くんだよ、多分。あんま近づかない方がいいよ。どうすんのあれじゃん。いなくね？いなくね？だるあいつ。いるー。痛い。うわあ。なんだ、いるのか。あ、弱くね。弱いね。で、どこだっけ今ってさ。うん、今やる目的ってさ、マップ見ると見れんの？決戦の素材、決戦を作る。あ、で、ルーカスから決戦の素材を取り戻す。なるほど。え、そこ開かないんだよね、作業上。ヘビの鍵で開いたりしない？ここは開かないな。本館のさ、うん、本館で行けなかったところってマップで見れんの？本館で行けなかった。本館。ここか。それ、旧館でしょ？旧館。じゃない、中に本館。夫婦の寝室。あ、子供部屋だ。子供部屋って、え、この間行かなかったっけ。あれは子供部屋ではないんじゃない。え、行ったっけ。 いや違う、これヘビマークだから多分ここ行けんのよ。あ、そこか。じゃあそこだな。あ、ここしかねえじゃん。ね、最初からマップ見ればよかったね。確かに。うん、確認よし。どうしような、あと必ずあそこに出てくるよ。この様子じゃ。そうだな、だから向こうの、あ、こいつじゃん。あ、こいつだよ。めっちゃ、めっちゃなんか強くね。どうすんのよ。どうすんのよ。こんなたっちょぼい戦い方ある？来た？一体倒したな。倒した？これ
たわかんない倒した、ね、締めてくんだけど ねずるいやつだねねえ来いよって多分こいつも思ってる思ってるな。あ、こっち来ちゃった。よし、こっち来ちゃった。お前、こっち来ちゃったよ。バカ！いや、強いね。これ強いやつだな。そうだな。うん。ショットガンじゃなきゃ無理。いや、頑張ればいけんじゃない。あー、でも弾がなくなる。ボス。おー、いいね。じゃ、セーブしよう。ずる。ずる。あれ、ずるかったね、なかなか。これ、神回だわ。バイオハザード史上最高に面白かったよ今、ね、嘘マジで神プレイだったわビビりすぎだよ本当に臆病者の戦い方だったわで何大丈夫なのとりあえず大丈夫じゃないあ本当だ行こう行こう急ごういやマジでだるい戦いだったぜうん。え？え？こんななってた？急ごう急ごう急ごう。急ごう。全然雰囲気変わっちゃってるよ。あ、これルーカスの部屋じゃん。ルーカスって誰？あ、息子。え、こいつあんこんなガキっぽい部屋にいんの？じゃないの？お、いっぱいあるよ。は？スプーン、ハーブ。壊れているようだ。お、それは？ショットガンの弾。お、ショットガン。素晴らしい。いっぱいあんじゃん。4月日、お母さんに町の病院に連れて行かれた。変な機械で頭の写真を撮られた、おもちゃ屋で259個目のパズルを買ってもらった。4月日、薄のろオリバーにお前の頭は病気だってからかわれた。4月日、バースデーパーティーと嘘をついてオリバーを家に呼んだ。屋根裏に上がらせてからリモコンで外から閉じ込めた。オリバーのやつベスト界で出してくれよルーカスだって。4月日、ゾイが勝手に入らないようにはしごのリモコンを改造した。発明大会のトロフィーと合体させたから絶対に見つからないぜ。それやんないと気が済まないんだね、やめちゃうね。で、これは自作ロボット選手権佳作だって。佳作だよ、佳作。佳作か。自動工作大会に、あ、工作が得意なんだ彼は。ね。はいはいはい。なんかありそう。それなんか見てて気持ちいいわ。気持ちいいよね。はあ、あれ何これ見覚えあるぞ、このワニ。どこで？この前子供部屋行った時にもいたな。嘘。あれ、この前の子供部屋どうやって行ったんだっけ？あれは休館。あ、休館か。
オリバーは静かになった。たまに天井をコンコン叩く音がする。すごく臭い。屋根裏から変な汁が垂れてきた。リモコンのトロフィーをまた改造した。これで寝るときもピカピカだ。リモコンのトロフィー、リモコンのトロフィーってこと、トロフィーがリモコンってことかな。あれ登りたいよね。登りたいな。登りたいな。これトロフィーじゃない？鍵は。そうだな。あれ読んだからトロフィーが。リモコンのトロフィー。え？え？リモコンのトロフィーってどこにあるんだろう。何リモコンのトロフィー。うわ、おバカ。あ、あ、サプリ。なんだ。あ、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 降りてきた。きたー。なるほどね。行くな音。行こう。あれさ、ピストルで撃ち落とせばいいのかな、うん、あの人形。どれ？あれ。そうじゃない？やるよ。うん。え？何も出ねえじゃん。それさ、あれなんじゃない？何？トロフィーなんじゃない？トロフィー？うん、ゲーム内でさ、人形を全部いっぱいあるじゃん。なんかいっぱいあったじゃん。うん。あれ至る所にさ、散りばめられてさ、それで全部壊すと、なんか勲章みたいなのもらえるんじゃない？あ、なるほどね。ゲーム内で、うん。サブミッションみたいなやつか。そう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 。ビデオテープバースディ。バースディ。どうする？どっち行く？うわー、また広い。あ、広くないか。広くないな。あ、左にしか行けないんか。ジャック・ベイカー様、トレバー・チェルバン建築設計事務所、1992年から12月31日。ふっ！ひょっとがの何？模型？おもちゃの手斧。模型？え、何？おもちゃの手斧？ショットガンの模型があるんだけど、ね、これ必要かな。どうだろう。でも今持てねえな。持てないな。とりあえずいいんじゃない。とりあえずいいか。うん。おもちゃの手を、ああそれね、またそれね。何だるこれ、むず。あ、だってこれマウスだからクソ難しいんだけど。え、どう？え、そっちだと思う。うん。で、そう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 。ああ、逆逆逆逆じゃない？あーあー、待って待って。あーあー、待って。あ、ああ、その辺、その辺。逆だよね、これの。逆だね。だから上下上下じゃない？上下上下。ああ、おい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 。ああ、ああ、ああ。ああ、ああ。で、ちょっと斜め、ちょっと斜め、ちょっと斜め。え、どうやってやんの？マウスで。ちょっと斜め。ちょっと斜め。どうやって、もう良くない、もう良くないって感じなんだけど、俺からすると。どうやってやんの。
うん、ちょっと右時計半時計あーあーあーあああマウスじゃ難しい難しい どうやってやんのこれ。いやでも合ってるよね、その形だよね。あれんんんん遠のいてるよ。あれあれ、ああそう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 、ああそう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 、はいはいはい、なんかちょっと不完全燃焼あれ基板じゃない？あ、基板だ。持てねえ。調合。食っちゃうべ。あれ、作れるもんない。一旦置きに行こう。な。めんどくさ。え、基板2個いるんだっけ？基板2個かな。基板。あ、なんかもう一個あるよ。何それ。裁きと題された絵だ。群衆に囲まれ、何、足危なく女性が描かれている。こんなもん。ここでこれは終わりか。こんだけ？そうっすね。はい。うん。なおさんが面白かったね。おねむということで。おねむです私。まだ8時半ですよ、なおとさん。僕いつも9時に寝てるんで。赤ちゃんじゃないですか、なおとさん。赤ちゃんはもっと早いですよ。お前のことこれから赤ちゃんって言うわ。この言い方で、うん、その言い方でね、うん。